どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきたいなと思います。それでは、地下の方に行きたいなと思いますが、絶対合流するよな、この感じね。アイテム落ちてない？落ちてない？今、弾不足なの。あ、一応ついてくるんだね。いやー、だってこんな直線ってやらしくない？出てきてもおかしくないもんね。さあ、アイテムは落ちてない。多かった。3発。ちょっとずつ揃いつつあるか。まあ、自利品には変わりないって感じやね。またか。まだ引き返せるわよ、レオン。まさか、最後まで付き合うぜ。いやー、絶対あの場にだろう。降りるのか、しかも。ああ、マジか。本当にこっちでいいのか？残念だけど。待ってろ。おお、その場始まる。余計余計。おお、マジか。いや、本当だよ。次、こっち。早い早い早い。マジか。どっち？顔どっちにやる？あ、いけない。はい。さあ、ワニのステーキの出来上がりやね。グレネードゲッチ。満足か？食いしん坊の化け物が。いやー、完全にエイドとはぐれたね。まあ、しゃあない。あ、レオン、こっちよ。お、ありがとう。こんなの笑えないぜ。いいから上がって。いや、逆にあのガスは良いとこだったね。だから油断しないでって。人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。あれはワニだ。正論ね。無事逃げられたなんて感心。さあ、エイダが先に行くようだか。あれ、ボタンが。ない。整理させてくれ。アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ。軍か、他のどこか。売るのは化け物じゃない。化け物にするウイルス。それを作ってるのがアネ。とても危険な存在。さっきのワニもずっと。ワニがでかくなるのは聞いてねえな。さあ、いや、意外とセーブポイント近かったな。意外とね。いや、もう23。あ、でもクリアでも33か。さあ、次。ないね、アイテム。よし。ウィリアムがやったみたいね。何者だ？アネット・バーキンよ。彼女は例の。時間がない。早く処分しないと。 G ウイルスを出しなさい。それは無理ね。
これは警告よ。あら、そう。おい、待って、エダ、チューブリットは渡さない。銃があるなんて反則よ。レオ、俺はいいから早く行け。彼女を止めるんだ、早く。施設のすぐそばよ。アネットを追ってる。彼女が持ってないならネストにあるはず。手に入れたら解析に回すわ。逃げなさいよ。あ、マジで、まさかの逃げられるものなら、ね、てか超べっぴんさん。はあ、てか弾9発ってことはそうか、戦闘要素があるってことだね。俺はまだ作動しない。そうか、レオン大丈夫かな。お、え、だっていけないよね。え、ここしかないよね。EMF スキャナープロジェクション、プロジェクターか。壁に埋まった配線や電子機を探し、ハッキングする。めちゃくちゃすげえじゃん。秘密道具の出番。秘密道具の出番。ほう。ほう。これを。はい、ゲージ貯めると。なんか怖いから、ここら辺で。おお、やば、そんな危ねえもん持ってたの。っていうことはこれをハッキングしていく感じか。特にはない。ウィーウィー、嫌だねー。ここじゃない。あ、あった。画面、画面。で、違う。ここと、こう、と持ってきて。はいはいはい。これ絶対近づいてたらやばいパターンだよね。あ、ダメか。ガンガン回してドン。やべえなこれ。で降りる。嘘でしょしょ。よし、ちょっと待った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 、発電機がある。ちょっとちょっと注意。いけない。ってことはこの人倒してってことか。お前すげえすげえ倒れ方。おお、元気じゃん。よし、やべえ、もうあと2発しかないよ。え、これ本当に倒す必要あった？いや、絶対ないよね。絶対なかったよね。だよね。はーは。はい。絶対倒す必要なかったね。じゃあ、クリティカルすら出なかったね。
とりあえず電源は？お、タマゲッチュ。で、とりあえずか。いますなあ、ゾンビが。ここは通れない？これに通せと。マジか。グレネード系は持ってない。ああ、絶対こっちではないな。ではなかったね。さあ、通り抜けて。さあ。お、窓こっち。とりあえず、アイテムない？タフなんだよな。よし、はい、一つ OK。 で次がタマゲッチュの、あー、一応念のためあるんだね。その人もスルーして、そこはいけるようになってるね。よし、急げ急げ。で OK かな。一つで OK っぽいね。おお、いるじゃん。いたわね、アネット。女の戦いって感じかな。こうなってくる。逃げ足の速さだけは認めてあげる。アイテムなし。いや、女の戦い怖いからね。呆れたしつこさ。何か来ましたね。来ちゃいましたね。はい、ドン。ちょっと待った、ちょっと、ああ、そっちね、空いたのそっちね。抜けて、はい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 、そういう感じですか。違う、まずは入れ替えないとダメ。ってことは、一旦逃げて、よし、あー、危な。なんかエイダの方がやっぱ身軽やな。さあさあさあ、今のはナイス回避できたところで、早く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 、回れ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 。近すぎるとなんか怖いから。よし、おお、通れるんか。かっこいいね、動き一つ一つがね。さあ、一応タイラントは退けたと。セーブポイントが来るんだね。いやー、かっこいいね。
また電池がね。はいはい。上と下。3個。あー、腹立つわー。タン。よし。なんかこの地下のこのゴミ捨て場みたいなのはクレア編でもちょっと見覚えがあるね。多分同じ場所につながりそうな気がするんだけど。いいね、あのスマートに行きたい人生やった。あれ下にセーブポイントがあっただけか。あれこれだけでいいのか。さあ、あそこがまず開いた。で、あー、はいはい。でもそれを通すにはまだギミックがいるってことか。これ降りていくってこと？あれ絶対やばそうだよね。よし、ゲッチュ。やっぱそうなります。やるじゃない。ちょっとお母さん、マジで。Gウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない。はいはい、知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。いや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 、やべやべ。はいはいはい、まずこれつけて、はい、でつなげて、こういってこう、うん、はい、一つ OK。 いやいやいや、はい、これつないで、はいはい、二つ目。あれ、こんなもん。次これだよね。もうこれしかないよね。いやでもさ、こんな、よし、やってくれるわ、アネット。こんなさ、こんな燃えてたらさ、そのヒール溶けるやろ。まあまあ普通、まあいいか、普通にね、普通に走れるもんやな。ディストタグの貸し出し期限は10月1日です。まっすぐ行って、ちょっとアイテムある、アイテムなしか。はあ、ここ通じてたわけね。ドーンと。さあ、また何か出てくるんじゃないかな。おっ、なんか懐かしい。マビ。まだ追いかけっこを続けるつもり？ゲームは終わりよ。あなたの負け。聞いていい？旦那さんは元気かしら？まさかジーを独り占めするために殺したとか。面白い考えね。あなたが協力しないならネストに向かうだけよ。やれるものならやってみなさい。
エイダ。くそ。さあ、早くちょっとね、エイダ助けに行かないとね、ハッキング完了。いや、こんなところいたっても返せんやろ。さあ、後追いになる感じかなと思ったんだけど、どう考えてもさ、あっかんねー。あ、でも電気通ってるんだったらだよね。おお、超短縮ってほどでもないか。問題はここからね、エイダ助けに行くところだけど、絶対さ、ここさ、あいつ出るよね。出てこないわけがないよね。アイテムは特になし。降りたら降りっぱなし。なんか意外とこう、クレアの方がね、あの強力なやつを持ってるっていうかさ。素晴らしい匂いだ。一応もうアイテムはないから、右左だとどっちかな。さあ、二手に分かれる。まあこっちだよね、どう見てもね。左行き止まりだしね。よし、よし、グレネードある。さあ、突き当たりにアイテムはない。そこ上がったらあるかな。ないね。あー、ここか。あれ、この人だったっけ、持ってたの。さあ、ビデオテープゲッチュ。ってことは、前回やった謎解きも出てくるのか。動かんよね、さすがにね。ああ、逆回り。こっち多分行き止まりでしょ。アイテムないんかい。吸ったけど、あれ、水路は、鍵ないから開かない。この下がそのままだったっけ、行けたっけ。あー、そんな感じでしたね。そうでしたね。水門の鍵を避けて逃げるよ。おいおい。さあ、弾入れて。この人絶対起きるよね。あ、これはこのまましとこう。開かない。ということは、こっちに行くしかないかと思ったけど、どうだろう。よし、ここも多分やっぱ開かないね。全部鍵かかってんじゃん。もうこっち行けと言わんばかりの。あ、起きちゃった。あー、マジかい。あー、もったいねえことした。さよなら。もうちょい離れてもいい感じやね。さあ、
どうせやつが出てくるからさ、何個か持っとかないときついんだろうなと思って。アイテムなし。正面、あ、降りるしかないのか。うーわ、顔面いっちゃったね。いや、そりゃクソって言いたくなるわ。やっぱ変な声したね。いるね。開かないね。これいるよね。行って抜けるしかないと。一発もらっていくか。めっちゃスタンバってんじゃん、ここ。あった、はい、お土産。ういや、無理して戦わなくていいや。卵もったいない。お、ここに来た。でもすぐ使えないというね。ここに、ただでさえ玉がないからさ、うまいこと。でもここにまだクレアたちは来てない感じだね。ちゃったちゃった、いたわ。あれ、いない。ショットガン来ちゃいましたね。彼女はどこに。そうだね、見当たんないね。これは前と一緒だね。これが前回のだと SZF 先にね。おお、マグナム持ってない。アイテムはこれだけか。じゃ、降りて、さらに降りて、嫌な音だ。いや、だいぶやばそう。そっちがゲルが地図月中のこうこう。おー、意外とあーあったね、セーブポイントね。はい、使う。これは多分前回と一緒なはず。やめろ。一緒だね。あのウィルネズミが拡散させたのか。で、預け、これは捨てて、はいはい、捨てます捨てます。ライトニング1を持っていきつつ、で、ここが だよね、これも謎解き全開したからそのまんまでいけるって感じか。問題はそっち行く感じやね。よし、いや、今回ここまでにしよう。結構キリがいいっちゃキリがいい。うん、キリがいい。多分ね、これでいって焦ってなんかやらかしそうな気がする。結構今日ね、序盤から
やらかしてる感があるからね。はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。いやー、まあ映画編があったって感じか。まあでも映画ちょっと助けないとね、またなんか出てくるんだろうな。玉もちょっとずつ温存していきながらうまいことやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。